どうも皆さんこんにちは。ワンパンマン隣のヤングジャンプ206は良かったですね。深く読むほどさらに面白くなる内容になっていました。まだご覧になっていない方はまずは206話をご覧になると良いと思います。205話の最後で埼玉が画廊にお前は何なのかなといった場面から少し遡ったところから始まります。倒れていた S 級ヒーローたちはもう現れず、画廊の目指す絶対悪を可能にしてくれる俺の剣も完成しました。もう恐れるものがないはずの画廊が何か大きな不安要素を見落としていると考えていると埼玉が現れます。不安要素について考えていたらその不安要素が出現したということですね。画廊は埼玉を救助活動のために来ている雑魚ヒーローと見下しますが、その雑魚ヒーローのお前は何なのかなという質問に答えようとします。その際199話のバングの己の心の声に従うんじゃという言葉を思い出し、改めて己の心の声に従い自分のやるべきことを口にします。なお199話では己の心の声に従うんじゃとなっている一方で、206話では己の心の声に従うことじゃとなっているので、どちらかに修正が入ると思います。俺は怪人画廊、人類を平等に絶望の淵に叩き落とし絶対悪となるものだと言います。タレオや小さい頃の自分が経験したようなヒーローの見向きもしない痛みを誰もが知ることになる世界を目指します。それがバングの思いとは違うと考えているためか、ジジイ悪いが俺は俺にしかできねえことをするぜと思っています。絶対悪を目指しながらも元師匠のバングに配慮しているところがいいですね。これに対して埼玉は、絶対悪？悪なのか？さっきムカデに襲われたヘリ助けてたじゃん、ムカデも真っ二つにしてたよなチョップでと言います。204話で画廊がムカデ仙人を真っ二つにした時、埼玉は画廊の方を見ていました。画廊が何をしていたかちゃんと把握していたんですね。画廊は絶対悪なのに悪じゃないような言われ方をしたので、意を広める目撃者が必要なのさと言って、ムカデ仙人を倒したのは自分が脅威であることを分からせるため、ヘリを助けたのは乗員に自分の意を目撃させそれを広めさせるためとします。分かったらお前もとっとと帰って転職でも考えるんだなという画廊。埼玉を雑魚ヒーローの弱者と思っているので優しいです。そして怪人協会だけじゃねえ、ヒーロー協会も今夜壊滅するぜと続けます。これに関しては170話でも黒光に怪人協会ヒーロー協会どっちも今夜消滅するから安心して死ねと同じようなことを言っていましたね。そして次のコマではヒーロー協会本部が真っ二つにされています。これはムカデ仙人に放ったようなチョップで、画廊が協会本部を真っ二つにしたという描写でしょうか。さらに残りのヒーローどもが選べるのは降伏するかまだ俺に歯向かって潰されるかの二択ってところかと言います。そういうわけで埼玉にヒーローからの転職を進めたんですね。画廊親切です。一方で埼玉は画廊が怪人に見えないと言って去ろうとします。埼玉は19巻のポチと画廊の戦いやオロシと画廊の戦いによる騒音に文句を言いに来たわけですが、その間に住居が破壊されこれから家財を探さなければならなくなりました。そういうわけで埼玉はむしろ俺が地球を滅ぼしていい気分だわと言っています。画廊もゾクッとし圧を感じるほどの迫力がありますね。ムカデ仙人とエベル海洋水が神に使わされ、それぞれ父なる大地の化身、母なる海の化身と地球を表すような表現であったことから、地球は神である可能性もあります。その場合埼玉の地球を滅ぼしていい気分だわが意図せず神地球への宣戦布告になっていたら面白いですね。さらに悪意に満ちた埼玉の背景には月が書かれています。画廊が絶対悪になると言っていた時もその背景に月が書かれていました。これまでサイコスやホームレスで竜巻に影響を与えた可能性のありそうな月が悪意に反応しているような描写にも見えます。ところで月の上半分が光っていますが、右半分が光るのは正しいのではないかと思っています。174話で太陽が水平線に沈もうとしている日没頃に月が上限の月になっていました。日没頃の上限の月なら右半分が光ることになります。その後時間経過とともに丸まっている方が下側に傾いていきます。174話以降書かれてきた月は上半分が光っているので、今後月の描写に修正が入るかもしれません。埼玉はさらに怪人王とかいうやつをぶっ飛ばせば少しは発散できるかと思ってたところに、格好も強さもぽいお前がいたんで見てたんだけどどうやら違うっぽいなと言っています。この発言から
オロチの強さを知っているサイタマが、画廊の方がオロチより怪人王っぽい、すなわち強いと判断していると読み取れます。おそらく実際そうなのでしょう。それからサイタマがじゃなと言って去っていくと、画廊は自分を全く脅威に感じていないサイタマの様子から舐められていると解釈し、絶対悪は舐められちゃしまいなんだとサイタマに襲いかかります。ただし死なねえ程度には心を折ると考えているところに画廊の優しさが見えます。また悪く思うなとも思っており、相手を傷つけることを悪いと思っているところも、画廊が正しい人の心を持っていることを感じさせます。そして埼玉のあ、バゴー、画廊はギルルル回転して飛んでいきます。埼玉はごめん、いきなり来るからと謝っており、画廊の奇襲など何とも思っていないところが受けます。この一撃で画廊は埼玉との過去を思い出します。思い出した、たびたび出くわす神出鬼没の強すぎるハゲ、この表現受けます。画廊はこれまでに3回埼玉にやられていましたが、いずれもきちんと認識していたようです。今まで思い出すことができなかったのは、それぞれの埼玉の一撃により長期間一部の記憶を失っていたからでした。10巻51撃目で埼玉に、何すんだ誰だてめえ、カツアゲする気か、買い物の邪魔すんなドスとやられた時は、翌朝む、俺はここで何を、昨晩の記憶が曖昧だと埼玉にチョップされた記憶をなくしていました。15巻77駅目のキングてめえを狩るぜのキング強襲で埼玉にポエとやられた時も、はっ、ここは俺は誰かにやられたのか、どこで記憶が飛んだと記憶をなくしていました。18巻88駅目のこの野郎食い逃げなんて今回だけ許すという埼玉とのやり取りで、埼玉におぐをはぁとやられた時も、俺が負け、どんなヒーローだったと記憶をなくしていました。今回の206話に備えて記憶をなくした様子が丁寧に書かれていたんですね。今まで失っていた記憶を今回すべて取り戻すことができたのは、今回のやられ方がオグオハーの時と同じ状況再現だったからではないでしょうか。オグオハーの時、画廊は雑魚ヒーローとみなしていた埼玉の背後から近づき、右手で殴ろうとしました。しかし逆に背を向けたままの埼玉に右手でぶっ飛ばされ、くるくる回転させられていました。今回206話でも画廊は雑魚ヒーローとみなしている埼玉の背後から近づき、右手で殴ろうとしました。しかし逆に背を向けたままの埼玉に右手でぶっ飛ばされ、ギルルル回転させられていました。同じ状況で同じようにぶっ飛ばされたことで、ハッとし記憶が蘇り、オグオハーのことを思い出したのではないでしょうか。そういうわけで、思い出した順番が時系列順ではなく、オグオハーが最初、その後にポエ、カツアゲだったんでしょう。埼玉の方も最後に、あれ、画廊って確か、とようやくヒーロー狩りの画廊のことを思い出せそうです。埼玉は17巻86駅目で、許せん、しかも俺を狩りに現れないのが余計許せん、ハゲマントだからか、画廊って野郎を見つけ出してぶん殴ってやると言っていたにもかかわらず、画廊のことを忘れてしまっているのです。最後に埼玉のことを忘れていた画廊が、なんてこった、何よりも優先するべき標的を忘れちまってたのか俺は、と発していますが、この言葉が実は画廊のことを忘れている埼玉にも当てはまっていると考えることができそうです。画廊だけに該当する言葉ではないので、あえて画廊の絵を描かずセリフだけになっているのではないでしょうか。ワンパンマン、本当によく練られたすごい作品だと思います。次回も埼玉と画廊に笑わせてもらえそうで非常に楽しみです。いつも楽しませてくれるこの作品に感謝したいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。